フクロザメマリスキマパリには、鎧ザメかフクロザメ属に属するサメの一種。属名、モリスクアマは、ラテン語のモリススクアマに由来する。タイプ標本は、太平洋南東部のチリ北部沖、ナスカ海嶺直上の深度330メートルから、得られたものであり、全長40センチメートルの未成熟メスである。太平洋南東部のチリ北部沖、 ナスカ海嶺直上の深度330メートルの海底近くで捕獲された胸びれ基部の髪型にスリット状の開口部を持った袋状器官を持つ類似した器官としては明かりこびとザメが腹部に持つ発光液分泌器官があるがその他には同様の構造を持つ軟骨魚類は発見されていない糞は丸く短い第一、第二背びれは同じ形で 大きさも等しい。第一背びれは、腹きの直前。第二背びれは、腹きの直後に位置する。尾ひれの下端は大きい。上あごばは細長く直立し、下あごばは、上あごばよりも幅広く、互いに接する。歯は、両角歯とも一先頭である。体色は、黒か主色で、ひれの円片は淡い色をしている。アメリカンポケットシャークモリスクアマミサイシピンシスなどに、 サブユニット遺伝子の延期配列からは、本種は鎧ザメ科の中でも、鎧ザメやダルマザメに禁煙であるという結果が得られた。ありがとうございます。